ということで今回少ないのは残り9。そうしたら、スタメン発表しましょうか。まずはやっぱジェイガンでしょう。それから、僕がちょっとエース候補にしてるミスターマリックで、説得上手なお嬢さん、どこ行った？シーダ。ほんで、傭兵兄弟ナバールとオグマ、それから、ドーガ先輩、で、アベル、それから、マップ見てみる？あ、なんか飛んでる。あ、飛んでる。うわ、なんかさ、ドラクエに出てきそう。ウェンデル。ドラクエでさ、いきなり、あの、容赦なくメラをかましてくる、あの、恐ろしい敵みたいな。サンダー。メラじゃないよ、サンダーだよって。そっか。おぉ。寝返ってくれるといいな。鋼の弓。槍。で、お店があって。ボスがどんな感じさ。ムラク。やべえ、銀の槍。あ、さっきのベンソンさんのなんか、ご子息か。あの、何かかな。いや、楽しいですね。レナお嬢様か。そのあたりで今悩んでます。あとまあカシムね。あと一人か。あとそうだ、つけ麺屋好きなんだよ、つけ麺屋。そうだな、参っちゃうね。でもあのバーツのさ、パワーを見るとバーツ必要かなって思ってしまうんだけど、レベル的にもうレベル5までいっているんであれば、1のカインをね、1のカインにもう一回チャンスを、もう一回チャンス、もう後がない宣言うるさいよ川村。お、出てきたよ、出てきましたよ。パンチアウトの4面ぐらいに出てきそうだよ。ニーナ王女、川向こうに、川向こうが川村に見えちゃった。川向こうにアルティア軍が現れました。お、ブロンドの、え、ハーディン本当なの？じゃあマルス王子がやっと来てくれたのね。やっと。そうです、これでようやく戦力が立て直せます。しかし姫様は危険ですから、砦の中でお待ちください。我らはアルティアと共に城を取り戻してまいります。あ、ウルフ、ザガロ、ビラク、ロシエ、そしてハーディ。なるほど、彼に銀のスプーンを渡せって銀のサジを渡してあげてくれって、そういうお使いじゃなかったっけ。ホースメン、ザガロ、あれ、ゴードンと兄弟。そしてあれ、マチス君と兄弟。あ、ロシエは少し違う顔をしてますね。いい顔してる。ロシエからのプロポーズだったらもしかしたら OK してたかもしんないな。レナお嬢様。そんで、当面のちょっと心配事としてはこっちだな。ここの舞台、移動力9。そして、これが移動力、あ、8なんだ。で、寝返ってくれそうなおじいさん。なので、9でしょ？1,2,3,4,5,6,7,8,9 がズバーっとやってくるんでしょ。
ここに。もう一回。9。槍。5。そっか、13。13の攻撃が素早さ6で飛んできます。だからここに硬いやつを置いておきたいんだけど、この初期配置、届かないようになってんだろ？届かないようになってんですよ。うまくできてるね。でも、ジェイガンだったらいけるだろ？うん、素早さもあるし、守備力9だから。頑張れよ、カイン。さてと、こっちですよ。まあこれは大丈夫でしょう。鋼、素早さ4だ。11。11食らっても大丈夫そうなのが、素早さ8。鋼の弓の重さっていうのが3なんだよね。これ重さっていう数値があることを考えると、これ何かしらあるんだろうね、仕組みがね。説明書だとね、あの技とか素早さが関係してるかもしれませんよっていうぼかしてるんだけど、だからプレイヤーさんちょっと考えてみてっていうことを促してるんで、例えばこの、失礼、もう一回、鋼の弓でしょ。鋼の弓がですね、説明書によると重さが3なんで、例えば素早さ4から3を引いて1っていう風に、これ仮説ですよ。そうでしょ。で、鋼の剣、これがですね、説明書によると重さが4、鋼の弓よりも重たいんですけど、8-4で4になるから、勝ってるっていう風に見ていいのか、あとはまあ技がそこにどういう風にね絡んでくるか、絡んでいるのかいないのかね、そういうのもちょっと見ていこうね、やりながら。でだ、仮に2回攻撃できたとして、攻撃力が8なんで、鋼の剣が17×2、17で守備力5だから12、だから2回行動できるんだったらスパスパって倒せるね。んこの先は君自身の目で確かめてくれシステム。うんうんうん、いいね。なんか そうそうまさにそれだよね。ビラク君が素早さ6ね。こっちが素早さ7。もう素早さゲーだよね。剣持っとこう。何よりも素早さっていうか、うん、2回行動できたもん勝ちっていうところあるよね。とりあえずこんな感じで様子を見てみよう。あ、来た。あんな奥まった場所にいたのに。待ってたぜ。お返しだ。もう一回。サンキュー。
で、なんだっけ、ファイアーエンブレムのこのゲームの冒頭のムービーによるとさ、盗賊は村を破壊するとか言ってたよね。あれ村狙ってんのか。さてと、これはね、計算通り来てくれたね。行ってみよう。ボウガン。やれ。14。で、6。これね、もうミスらずしっかり仕留めてもらいたい。残り6。カインカインいけるか。これミスっちゃダメなんだよ。手数がほら、今メンバー少ないからさ、確実にやっていただかないと。やれるか本当に。鉄の剣で12だろ。12、5。あ、1足りないのかっていう風になってくると、槍なのか。ただ槍だとさ、命中率下がるだろ。槍の命中率が 80%。 よし、おめでとう。力、素早さ、運、守備力、お、素晴らしい、素晴らしいじゃないか。でだ、もうジェーガンさんはね、5-5で削れるっていうことが最低保証されているんで。あ、いいね。もっと言えばこっち行きたいね。ここをせき止めたいね。ナイトキラーのちょっと実力見てみようか。ナイトキラー、アンコール。やり手だよ。救われたな。マリコの攻撃を一回かわしたことによって、君の評価は安泰だよ。うるさいよ川村。よし、サンキュー。じゃあ、偉そうなこと言ったさ、川村行ってきてくれない？え、足！急に、急に振られた。いや、行ってもらえるとね、助かるんだよ。守備力7だって。7、7でしょ？で、あれが、5なんだよな。じゃあ、足がお手本を見せますよ。こうやるんだよ。こう。こう。やるじゃん。いい仕事したな。
だ。鉄がね、結構ひ弱だから、11でしょ ?4。あら、足んないんだよな。ここは鋼で、一発当ててもらいたいな。鋼。14。7。この数字が非常に微妙ですね。まるで主人公みたい。主人公だわ。たわけ。行ってみよう。素早さ比べの意味も含めて。おや？やり手だよ。やり手ですよ。動画先輩、ミスターマリック、そしてオグマ傭兵、みんな攻撃をかわしたよ。あいつは大したやつだ。残りに行けるか。いい仕事するね。じゃあそこはシーダに任せてみるか。よろしく。もうだらしないね。いけいけ。よし。んで、盗賊たちの狙いはあの村っぽいんで、7。1,2,3,4,5,6,7。 なんとかね、間に合いたいね。怖いのはこいつらですよ。だ9だったら1しか食らわないんで、鋼の剣か。もっと誰か、あ、鉄の剣持ってる、いいね。悪いな、ロシエが持ってるその鉄の剣を、いや、むしろ、ヴィラクだな。ヴィラクが持ってるその鉄の剣を、渡す。渡すことによって、軽くなるよな。そうだよな。これ、結構だよ。来た。あっち行けばいいのに。あっち行け。林対決。おおよその想定通り来たね。2回攻撃よくかわしてくれた。来るのかこっち。で、あいつは上行くわけね。来たー、恐ろしいやつが来た。鋼の弓、よし。サンキュー林。あ、まずい、そこ来る。ウルフいてー。よしよしよし、よかったな、ウルフ2回攻撃できて。いけるか。いけないのか。
でもフレンドリーなんだよ。思い出すよね、別のショーでフレンドリーなさ、つけ麺屋のご主人がいたわけですよ。魔法使い同士いた。よし、見つけた、見つけたぞ。話す。ああ、先生、ウェンデル先生ですね。おお、マリクではないか。元気だったか。無事で何よりだ。はい、ようやくアリティアのマルス王子にお会いすることができました。今は解放軍に加わってドルーア帝国と戦っております。先生こそどうしてこちらに。ガダインはもう終わりじゃ。今やガダインは魔王ガーネフに支配され暗黒の都となっておる。しかし私は奴の悪事に加担することはできぬゆえ、一人脱出してきたのだ。その割にさ、赤いユニットになってましたよね。そうですか。では先生、私たちに力をお貸しください。ドルーアに加担するガーネフはワルダにとっても憎い敵、いずれガダインも取り返さなければなりません。先生のような偉大な司祭様にお味方になっていただければ王子も喜ばれるでしょう。もうこれはだが断るタイムだよね。絶好のチャンスだよ、だが断るっていう。うむ、そうじゃの。戦いはこのマヌがもはやそれ、あ、戦いはこのマヌがもはやそれしかあるまいな。わかったよマリク、私も共に戦おう。マルス王子にどうかよろしく伝えてほしい。え、人づて。ウェンデルさん、足いるよ、ここに、ここに。よろしく伝えてくださいよ、直接。なんでマリク越しでしかコミュニケーション取れないの。寂しい、寂しい、寂しかばーい。でもよかった、寂しいとか言ってる場合じゃないんですよ王子。全力であそこ行ってもらわないと。行ってきます。アベルがここにいればなんとかなりそうだな。あ、でも海とかさ渡れるんだろ。あのうちのジュリアンが渡れたから。だ、海来られちゃうとさ 30% を得てしまう。まあそんだけはそんだけだ。お城には財宝が入った宝箱がある。しかし盗賊でないと開けることはできぬ。ふん、ジュリアン予告先発。ワーレンの港町には珍しいものがたくさん売ってるらしいよ。もし行くんならそれまでは無駄遣いしないようにね。ワーレン、メモっときますか。港、いいもの売ってる。うん、ビーチフラッグもいいんですが、ここがねピンチなんだよな。早く駆けつけてあげたいんだけど。カインか。カインは今ねまだ成長途中、成長過程にある子だからな。1 2 3 4 5 1 2 3 4 5、ポンポン。あ、ここが非常に辛い場所だな。あ、ちょっと待って、サンダー、M シールド、M シールドの件は聞いてないよ。 M シールド、ちょっと後で説明書を見てみますか。とりあえず一体潰しとくか。
サンキュー。まだ出会っていないけど、マルスとサンキュー。で、こっちのチームは下がろう。この布陣でいいと思う。ここに来てくれることが。幸せを呼ぶ気がする。来たー、ありがとう林の神様。アンコール。よしよしよし、深みにはまったな。いけイケメンロシエ。オッケーオッケー。あそこうちのアリ地獄ディフェンスだから。最高だぜ林の神様。よし、今可愛がってやるよザガロが。行け、かば焼き攻撃まあそんなもんだな。で、傭兵くんがちょっと休息を欲しがってるんで、しばらくさ、保養所で休んでいてください。じゃあよろしく。攻撃、鉄の剣アベル。なんだあいつは、やりてたぞ攻撃が当たらん当たらん。オッケー。いやー使いやすいよ。ビラクの、ビラクだったよな、ビラクの持ってた鉄の剣。ハーディンに夢中。いいじゃないか。嘘。ひらりとかわされた。セールスマン、そこセールスマン。足忘れたわ、行かなきゃセールスマン行ってもらわないと。そこ、とりあえずブリザー強ーい。寂しんぼなもんで。さあ来ましたよ。どうかな。よし、魔法杖。
うん、じゃあとりあえずやってもらおう。サンキュー。でここはザゴロ、いけ。残念でしたね。ウルフ、これね、オーディションみたいなもんだから。ここでもいるな、手やり。こんなとこに手やり部隊が。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、飛んでくるぞ。うん、こんな感じ。当ててくる。では行ってまいります。優秀人、何キュルキュルしてんだい。こんな田舎町が少年に珍しいかい。あ、そうだ、珍しいといえばこの前ペラティに行った時によ、俺初めてマムクートってやつを見たぜ。あれはびっくりしたな。なんせ普通の親父がさ、急にバカでけえドラゴンに変身したんだ。普通の親父が急にバカでけえドラゴンに変身した。この人の言葉って当てになるのかな。司令も思わずちびりそうになっちまったよ。そりゃな、マムクートって呼ばれる竜人族がまだ一部生き残ってるっていう噂は知ってたけどよ、まさかあんなにすげえなんて思わなかったな。スペーススペース、開業開業。え、ああ、これかい。これもそこで拾ったのさ。俺にはなんかわかんねえけど、赤く光る石なんて珍しいだろ。だってなんか気味悪いしよ。ああ、欲しければやるよ、持ってきね。じゃあな少年、また会おうぜ。なんか石を押し付けられた。下流石。みんな持っててさ、不気味だなと思うもの全部渡してきますよね。廃品回収所じゃないんだから。ご不要になられました。本当に。あ、そうだ、今こそさ、このナイトキラー行ってみよう。ザック14、2発食らった。なので、ナイトキラーっていうのが攻撃力5っていうことになってるんですよ。攻撃力、失礼、攻撃力5だから、5足したので12でしょ。で14与えたんでしょ。12で8で、そっか、3倍みたいな、そういう感じだね。そういう計算で合ってる。3倍プラス2だな。ちょっとどうなってんだ。7だから、7、守備力8だから1吸われてんだよな。1吸われているのにもかかわらず14与えたんだよな。ってことは5の5、あ、分かった、こういう計算だな。攻撃力を5ってことは、5をかける3足す、7ですよ。そういう計算になっていそうだね。カイン、よろしく。
ん？何どうした？難しいっす。ハーディン様がどれだけすごいかがわからな。サンキュー。さ、休息を取れた？まだもうちょっとくださいって。武器屋。手やり売ってる。ここで欲しいのは鋼の剣、手やり。ボウガンもそろそろ必要か？買っておいて損はないね。とりあえず手やりを2丁。5。アベル、行ってみる？結構食らってるじゃないか、アベル。到着だ。やるねらしい。出たー、出ましたー。おなじみの楽曲が出ました。君たちさ、こっち側からさ、あそこ保養所行こうぜ。みんな順番にそこの温泉に浸かろう。ザガロはまだいけるから合流。油断を誘う。あ、来た。城に乗っているかと思いきや手稼ぎに、しかも結構なダメージを。来た。うわっ、油断を誘う。ほんとそんな感じの曲だよな。参ったね。これも来るんだろう。でもこれはさ、さすがにあの山、山越えるのか、山越えてくるのか、あいつ。参ったねー。え、ひょっとしてザゴロ行ける？あの辺一掃すれば9だろう。ザゴロ出番だよ、ザゴロ。とりあえずさ、着々と1体ずつさ
やっつけよう。まずあいつを。で、万が一残っちゃった場合にこやつの手から、魔の手からハーディンを守んないといけないから、 1,2,3,4,5,6,7,8 ここより下だな。いけるか、そこより下いける、よし。こういうやつには魔法が効くんじゃないか。サンダー、勝てー。銀の槍いってみる。あ、まずちょっとアベルもやべえじゃん。あれの魔の手から守んなきゃ。魔の手。銀の槍が7の、12で19。7。あー、でもいけるだろ。お願いします。よし、扉の鍵、持ち物がいっぱいです、どうしますか。1、預ける。2、何か捨てる。すごい、この両極端。じゃあ預ける。うわ、10ゴールド差し引かれた。天引き。よし、じゃあザガロ、ザガロさ、2回攻撃食らわねえよな。あ、なんか食らいそうだな、2回攻撃。彼が槍なんですよ。槍で8、12。致死量じゃねえか。2回来たら死ぬじゃん。2回来ちゃったらダメだよ、それは。一瞬ザガロタイムとかってはしゃいちゃったけど。はしゃいではならない感じですよ。サンキュー。ねえ、ここ来る、ここ来ちゃう。油断を誘う。ちょっとマリベルちゃん守ってくれる。どういうこと守ってくれるってどういうこと。普通さ、そういうのって主人公が女の子、か弱い女の子守ってくれるんじゃないの。か弱いも何もないよ。戦場に来たらそんなか弱いとか何もないよ。油断を誘う。ちょっとザガロ下がれ。これ危険ですぞ、大変。
ヒーター超面白いね。ファイアーエンブレム。笑顔が絶えないファイアーエンブレム。ありがとう。ここもさ、休もうと思えば休めるんだよね、きっと。銀の槍が漏れなく左から刺さってくるけど。手槍をね、みんなに配りたいね。カインとかね。砦で敵が大勢出撃の準備をしているらしい。出てこないうちに早く押さえた方がいいよ。なんですと？マジで？ここさ、離れた瞬間来る？魔法防御ってのはゼロなわけね。オッケー。で、素早さが5。で、説明書によると、サンダーが攻撃力6、命中率90。で、彼の力が3。どういう数字が出てくるか。6。あー、サンダーの攻撃力まんまだね。あんま力が作用したようには見えなかったね。決めちゃっていいよ。強い。銀の槍を手に入れた。勝者の証だな。よし、じゃあハーディンを今のジェイガンのポジションにつかせるっていう方向性でちょっとやってみようか。いやー、面白いね。うん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 、いいじゃんいいじゃん。槍。鉄
鉄の剣、鉄の剣を、あ、そうだ、銀の剣渡さなきゃな。ハーディさん、銀の剣渡さないといけないんだけど、そうだ、忘れてたわ。でも枠がないな、ハーディさん。ハーディさん、枠がないようだよ。だからさ、この銀の剣をナバールさんに渡していいか。しろ、クリアー。おお、マルス殿、よくおいでくださった。砦におられるニーナ姫もまもなく来られるでしょう。しかし城の中にはまだかなりの敵がおります。どうかご用心ください。やりました、ネクスストーリー。そして謎の少女。これはまた雰囲気が変わりましたな。